アイドル日本をご覧の皆さん、こんにちは。立山紀夫です。今私は DVD の撮影で沖縄にいます。はい、撮影では本当にいろんなシーンがあって、プール入ったり海行ったり制服着たりとか、もうたくさん違うジャンルをいっぱい撮ったので、すごく全部のシーンとてもいいので、皆さんとってもね素敵な作品になってるので、皆さんぜひたくさん見てください。以上、立山紀夫でした。撮影中一番楽しかったことは、なんだろう。でも、プールとか海に行ったことですね。今年っていうか去年は行けなかったので、すごい寒かったんですけど、行けて楽しかったです。はい。一番大変だったことは、2日目が結構いっぱい撮ったので、外で結構雨降ったりとか寒かったことですね。でも楽しかったです。グラビアの仕事で気をつけてることは、行けたら前日にエステとか脱毛とかジムとか行けるようにしてるんですけど、最近は嬉しいことにいっぱいお仕事があるので、1週間前とかにジムとかいっぱい行ったりしてます。お家に帰ってまずすることは、服を脱ぐことですね。私服であんまり家に入れない人で、すぐパジャマに着替えるので、すぐ着替えますね。手洗ったりうがいした後は。はい、仕事がオフの日は結構前まではどっか行ったりしてたんですけど、最近は睡眠してます。ずっと寝て、なんか起きたら夜になってて、でまた寝て次の日仕事行くみたいな感じです。買い物趣味なんですけど、最近でも化粧品が本当に好きなので、一番買うものは化粧品なので、化粧品めっちゃ買いますね。あとでも服とかも好きなので、化粧品服とかが好きです。特技のゲームはでも基本何でも好きなんですけど、一番はスマブラとか、なんかマリオ系めっちゃ好きです。基本強いと思います。今後挑戦してみたいお仕事なんだろう。でも結構前に舞台とかやらせてもらったりしてたんですけど、ファッション、なんていうの、雑誌モデルとかはやったことが、ちっちゃい頃はあるんですけど、大人になってからないので、それモデルさんはやってみたいなって思います。はい、皆さん本当にいつも応援してくださってありがとうございます。新しい場所になってからこうやって DVD が出せたりとか、いろんなお仕事ができて、本当に今ね毎日本当に楽しくて幸せです。これからもぜひ皆さん応援よろしくお願いします。バイバーイ。